子供みたいだなって負けず嫌いじゃないですか。なんかそういうのがなんかあるのかなって思って、完璧主義者なのかなって。お家でも練習してってことなんだろうけど、あんまりこうお家で仕事のことをできる限り持ち帰りたくはないなと思うので、なんかその移動中とかで動画を見たりとかして覚えたりとか。え？ではそれ天才だ。本当？とか言ってやっちゃんと努力してるじゃないかなと思う。さすがに練習なしであの完璧だったら怖いレベルですごいです。ずっとそれこそ移動中になんかボソボソなんか言ってたりとか、さささささ、なんか言ってるんですよボソボソ。なんか何してんだろうなみたいな。その私がセンターさせていただいてる時に一歩後ろだったり横にいたりする時はやっぱ安心感は強いです。声をかけてほしい時にこうかけてくれたり、私からしたら本当にお姉ちゃんみたいな人なので甘えちゃったりするんですよね。そうできる人が本当にリサさんだけだなと思うので本当にありがたいなって思います。卒業を発表した時に私とリサさんとヒカルでちょっと話してたんですけど、そのやめてほしくないですみたいな、もう言っちゃってました。気づいたらなんか言う、そんな言うつもりなかったんですけど、しかもあっちも困るって分かってるんですけど和ませてくれたのかな分かんないですけど、その時になんかいろんなことを経験しなさいって。でもそれはなんかリサさんだからなんか響く言葉なのかなとか思ったりしますね。でなんかその中で先輩として卒業聞いた時からちょっと喋る回数を増やしたいなと思って、メイク中のリサさんの横に座ってみたりとかそういうことはしてます。全く話せてないです。